ブックスモークしてブツトークブクブクブクって言うんですけどブクブクブクってな。ブックスモークしてブツトークブリブリストーンリルブリブリストーナーいつでもバンダン5つ葉のクローバーリューストーナーヘビースモーカースローダウン。これ結構もう音って感じでもう自分の中でもう言い心地みたいな感じなんですけど、でもブクブクスモークっていうのはボングって水パイプってあるんですけど、こうそれでこうバッて吸引するときブクブクブクって言うんですけどブクブクブクってなスモークしてこうバーってもうしたらこう肺パンパンになるんですよ。でこうあむせてしたらもうあんま大きい声出せなくなってブツブツしゃべりだすんですよねそいつでブツブツしゃべってんなーと思ったらそいつちょっともう肺もパンパンになってブリブリになってきて最終もうソファーでストーンしてるんですよねそいつっていうリリックですいやもうそういう状況ですね。多分まあそういう状況になるっていうのをもう分かってるから、まあ、出てくるっていう、だからそういう状況に陥って書いてるっていうよりは、まあなんかこの「リアルストーナー」っていう曲名なんですけど、ストーナーっていうのはこう分かるですよね。ストーナーラップとか僕らもなんか言われたりする、ストーナーラップって何やねんとか思ったりするんですけど、まあなんかこうストーンって石じゃないですか。でストーナーってこう結構こうズーンみたいな重い感じと思ってるかもしれないですけど、もうリアルストーナーはほんまにめっちゃスーで意味すもうそのスラングやと思ってください、はい、めっちゃスーで、はい、お前らの思ってる何倍もスーで、ストーナーの中でもこうリアルなんで自称なんですけど自称、はい、自称やなどこまで行ってもな俺の方がもっとスーだとか言ったら「あマジっすか、そんなそれでいいっす」って感じです。競ってるわけじゃないいや俺めっちゃスーですけど「えめっちゃスーですか?」みたいな「あじゃあそれでいいっす」って今度ちょっと一緒に行きましょうって。